ジャックル・フェーブル・デタープルジャックル・フェーブル・デタープルは16世紀に活躍したフランスの神学者、人文主義者である。聖書をフランス語に訳したことで知られる。ファーベル・スタ・プレンシスというラテン語名もある。フランスのピカルディ出身。パリ大学で学び、教師となった。古代哲学への関心からピコデラ。 ミランドラの著作やヘルメス文書などフィレンツェのネオプラトニズムから影響を受けた。また、聖書原点の研究を進め、カトリックの司祭として、教会内部の改革を志していた。1521年頃からギオーム・ファレルラと共に、パリ近郊にあたる申し教区を拠点に改革運動を起こしたが、カトリック側から弾圧を受け、1525年にストラスブールへ逃れた。 この前後、新約聖書を1523年にパリで観光し、旧約聖書を1530年にアントウェルペンで観光した。その後フランスに戻り、晩年はマルグリット・ド・ナバールの保護を受けて過ごした。1534年、ル・フェーブルの元をジャン・カルバンが訪れ、ギリシア語を学んだという。その他、クザーヌスを敬愛し、クザーヌス全州を観光した。 ルフェーブル自身はカトリックの信仰から離れなかったが、弟子の中にはプロテスタントになった人物も多い。ありがとうございます。